吉野さん、再生数500万すすごいいじゃないですかやっぱりそういう人っているんですよね。で、この YouTube の中にも様々なポジションがあって、再生数ものすごくね、作るのが上手とか、編集切り張りが上手とかね、えー、そんなんあると思いますけども、私がね、よく今最近目にするのは、あの、カンフーの一番いいアクションシーンをつなげたやつとか、ある特定の俳優さんの、まあ、名シーンをつなげたやつとかね、 なななんかか要するるにに切り張りしてもコンテンツになるかなと自分の一番好きなシーンとかをね叩き続けに行くとか可愛らしい女の子のシーンをこういくとかね、まあ、そういうのが、まあ、ニーズとしてはあるのかなと思いますね。言ってみれば名言集っていうのも切り張りのう全然その名言を出している人一つ一つは全然時代も場所も重ならないけども名言としてくくるとカテゴリーになるっていう感じですかね。 名シーン、名場面っていうのは昔からそのプロ野球を10倍楽しむ方法とかねありましたよねなんかプロ野球の名シーン珍場面とかをつなげていってね一つの作品にするみたいな結構ね私も俺好きだったんですよね小学生の頃だったかなあの私も熱心に野球やってましたんで、えー、プロ野球を10倍楽しむ方法みたいなねそんなタイトルの映画が出た時に、まあ、テレビのやつを見たもんですけども うん、チンプレレー、コー,プレー楽しかったなと思いますよね、うん、やっぱり野球には名場面があってえそしてそれと同じぐらい面白い場面ね珍プレーがあってですねこう高いフライを取ろうとしたら取れずに頭に当たって相手出てってなるけども客観的に見たら面白かったとかそれからカツンとねホームラン打ったつもりだったんですけどもお客さんがねポーンと取ってしまったみたいなねあの、よくバックネットにこう センターとかがねこうバーンとジャンプしてファインプレーするみたいなのがありますけどもお客さんがそのファインプレーを途中で、ね、取ってしまってね、えー、本来でしたらホームランにならないやつをホームランにしちゃうみたいな、うん、あとなんか野球にねあこんなルールなかったなみたいなやつとかが起きて審判が協議するみたいなのがあったりするんですよねなんか私がねすごく面白いなと思ったのがあの今はないと思いますけどもねあのピッチャーがこうボール投げるんですよでバッターがパツンと打つと こうチップになって、あのー、ホームってあるじゃないですかホ,ホームベースホームベースの前にボールがバーンとねバウンドしたんですよその瞬間ボールがバーンとね3つぐらいに分かれてでえ本物のボールどれなんだみたいなボールが3つになったわけですよ、ね、プレー中にボールが3つになってで打ったバッターはとりあえず一塁に走るし キャャッチャーはどれかわかんないけど適当に取ってで、投げてねアウトに刺そうとするしみたいな感じでで、我に帰った時に何でボールがこんなにね3つになっちゃったんだとどういうことなんだ怪現象だと思ったらそのあのあ主審がねあのキャッチャーの後ろに審判の一番偉い人がいるじゃないですかあの人がこうやって、えー、ピッチャーからのボールとかね打球をこう打つところを見ようとしたら自分の持っている予備のボール 予備のボールを入れておくケースがあるんですけどもあれの蓋が開いててそこからボールがポンポンと落ちてこうバッターが打ったボールにボンとちょうど当たってね3つになったみたいに見えたみたいだったんですよこんな冗談みたいなことっていうのがね長い野球の歴史にあるんだなと思いますけども当然その場面をなんかビデオで撮ってるわけもなくねその伝説というか思い出話としてあるわけなんですけどねいやすごいですよね。あの テレビで放映されている野球の試合以外にも、その予選とかね、プロ野球でも高校野球でもない普通の、うん、一般人の試合とかでも限りなくそういったチムプレーとか名プレーって生まれると思うんですけども、本当記録に取るっていうのは、こうやってカメラが普及した今ですら貴重なものだなと思いますよね。えということでね、この貴重なテクノロジーを使って再生数500万を稼ぐのか、それともこのテクノロジーがあるのに毎日スマホを 電話機と思って通り過ぎていくのか、人生様々ですね。ええー、それじゃあ、いってらっしゃい。